リチャード・アークライトはイギリスの発明家である。1771年に水車を動力とする水力、防石機を発明したが、その特許は後に覆された。生の木綿から繊維の整った塊を作るカード機の特許も取得している。イギリスに産業革命をもたらした企業家の一人である。動力と機械と反熟連行と、 新たな原料を結びつけ、フォードの一世紀以上前に糸の大量生産を成し遂げた。組織を作り上げる能力に優れており、彼のクロムフォードでの工場は当時最も近代的な工場だった。クロムフォードにあったアークライトの工場1732年12月22日、イングランドはランカシャーのプレストンで13人兄弟の末っ子として生まれる。父トーマスは仕立て屋で。 プレストンのギルド選出議員だった。ランカシャーの記録保管所にあるプレストンのギルドの名簿に、この一家が記録されている。両親はリチャードを学校に通わせることができず、いとこのエレンから読み書きを習わせた。リチャードは、カーグハム近郊で床屋を営むニコルソンに、弟子入りし、理髪試験カツラ職人として働き始めた。1 7五十年代初めには、ボルトンで店を持つようになる。 そこで当時のオシャレ用カツラに使う防水性の染料を発明しており、その収入が後に防石機のプロトタイプ製作の資金となった。アークライトは、頭髪や染料を求め、英国各地を訪れており、その際様々な防石業者と接触し、防石業に関する情報を得ていた。後にカツラ着用の流行がスタレと防石へと転換した。 1755年、最初の妻となるペイシェンス・ホルトと結婚。同年、長男リチャード・アークライト・ジュニアが生まれた。1756年、ペーシェンスが亡くなっている。1761年、マーガレット・ビギンスと結婚。マーガレットとは3人の子を設けたが、成人するまで生き延びたのはスザンナだけだった。アークライトが起業家となったのは、最初の妻が死んでからである。 その後、生の木綿から綿紙を作る工程である、素面と紡績の機械化に興味を持つようになる。1768年、時計職人だったジョン・ケイと共に当時織物の中心地だったノッティンガムに転居し、ジェニー紡績機を改良して、綿紙の強度、長さなど品質を向上させた。1769年、水力紡績機の特許を取得。 従来人間の指で行っていたことを木製、または金属製のシリンダーで行うようにし、糸に強い、よりを与えられるようになった。これにより安価に綿紙を生産可能となり、それを使って安価なキャラ子が折れるようになり、その後の綿折り物産業発展の基盤となった。復元されたカード期1748年、ルイスポールが素綿用機械を発明。 アークライトはそれに改良を加え、1775年に特許を取得している。それは収穫した綿花を吸いて繊維の揃った塊にする機械で、その塊から糸を引き出して、防石を行う。アークライトとジョンスモーリーは、ノッティンガムで馬を動力源とする小さな工場を創業。事業拡大にはさらに資金が必要だったため、 ジェデ,ディアストラットとサミュエル・ニードと組むことにした。1771年、彼らはクロムフォードに世界初の水力を使う工場を建設し、熟練工を集めて創業を開始した。アークライトは機械の完成までに12000ポンドを費やし、カード機から木綿の塊を取り除くための機構も装備した。素面と防石の全工程を機械化すると、スコットランドなど、 イギリス各地に免子工場を作り始めた。この成功を見て真似をする者が続出したため、1775年に取得した特許の施行に苦労することになった。彼の防石機はジェームズ・ハーグリーブスのジェニー防石機に比べて技術的に大きく進化しており、操作にあまり訓練を必要とせず、折りの際に縦糸に使えるほど強い糸を製造できた。 サミュエル・クロンプトンはこれをさらに改良したミュール防石機を発明している。その後アーグライトは故郷のランカシャーに戻り、チョーリーのバークエーカーの工場を借りて創業を始め、それが産業革命においてその町が重要な役割を果たす触媒となった。1774年にはその工場で600人の従業員を雇うようになり、 さらにその後5年間で各地に工場を増やしていった。スコットランドにも招かれ、そこで面室産業の確立に尽力している。しかし1779年、バークエーカーの新工場は機械化に反対する、暴動によって破壊された。アークライトの1775年の特許は、急成長している産業における独占を可能にする、包括的なものだったが、ランカシャーでは、 独占的な特許権に反対する世論が大勢を占めていた。1777年、ダービーシャーワークズワースのハールレム工場を借りて、面子工場として創業。この工場は、面子工場として初めて蒸気機関を設置したが、これは工場の機械を直接駆動するのではなく、水車のための貯水池に水を汲み上げるのに使われた。 アークライトが創業したもう一つのマッソン工場は当時高価だった赤レンガで作られていた。アークライトは攻撃的で尊大な性格であり、共に働くには気難しい男だった。パートナー全員から権利を買い取り、マンチェスター、マットロック、バース、ニューラナークなどに工場を建設。当時の企業家の多くは非国境都だったが、アークライトは国境徒だった。 1781年、アークライトは1775年の特許の有効性を訴えたが失敗している。裁判はその後もだらだらと続いたが、1785年、D 出身のトーマス・ハイズのアイデアを借りた特許であり、しかも記述が不十分だとされ、アークライトが敗訴した。実は、ハイズの金属製防石器の製作を手伝った、時計職人の K がアークライトと組み、 ハイズの設計をアークライトに横流ししたという経緯があった。アークライトが暴力で刑を従わせたという説もある。この裁判では、トーマス・ハイズ、改心したジョン・ K、K 刑の妻、ジェームズ、ハーク・リーブス・ス未亡人らが、アークライトの特許が無効であることを証言している。その結果、アークライトの多くの特許は、基本的に先例のコピーだとされ、取り消された。 それにもかかわらず1786年国王ジョージ参世よりサーの称号を受けている。また、1787年にはダービーシャーの州長官に任命された。アークライトの功績は広く認められている。1786年にはナイトに除され、翌年にはダービーシャーの州長官に任命されている。彼の富の厳選は自身の知的権利をライセンスしたことによる。 1785年の時点でアークライトの特許を使った工場群で約3万人が雇用されていた。1792年8月3日、クロムフォードにて59歳で死去。遺産は50万ポンドに及んだ。マットロックの教会に埋葬されたが、遺体は後にクロムフォードの教会に移されている。クロムフォード工場200周年に際してアークライト教会が創設され、 同工場を所有するとともに産業革命に関する遺産の保護活動を行っている。1775年に作られたアークライトの水防機アークライトはかつてトーマスハイズを支援しており、防石器を発明したのはアークライトではなくハイズであることを示す有力な証拠が存在する。しかしハイズには資金がなくそれを特許化し実用化することができなかった。 ハイズは、ジェームズ・ハーグリーブスより数年前に、ジェニー・ボーセキキを発明したとされることもある。その元となったのは、1730年代から1740年代にかけてのジョン・ワヤットや、ルイス・ポールの発明である。その機械は徐々に速度が上がっていく一連のローラで、荒棒から糸を引き出し、糸車機構でよりをかける。縦糸としても使える。 細くて強い木綿糸や織物に十分な長さの糸を製造可能である。アークライトは当初ノッティンガムで馬を動力源とした工場を作ったが、1771年にはクロムホードで水力を動力源とする工場を創業開始した。アークライトは起業家として新しい技術の導入により生産性を飛躍的に向上させたが、 それ以上に現在評価されているのは、それまでの小規模な家内工業から大規模な工業システムを開始したことにある。アークライトは、当時の最新設備を備えた、最大規模の初の水力防石工場と呼ばれるクロムフォードミルを作るとともに、生産規模拡大に伴い増加する労働者のための、住居やパブなどを伴う複合施設を建設した。クロムフォードはそれまでは、 羊が放牧されていて、近くの沿行山で働く労働者が住む小さな町でしかなかったが、クロムフォードミルの創業会始と共とに、商店、教会や学校などを伴う大規模な工業都市に発展した。彼が建設したグレーハウンドパブリックハウスは、今もクロムフォードの中心地に建っている。このホテルは、リチャード・アークライトの記念館となる予定である。彼は1776年に、 クロムフォードの土地を購入し、1788年には近郊のウィラーズリーの土地を購入、1775年、アークライトはカード機の特許を取得した。カーディングは宝石の最初の工程であり、カード機によって手作業が機械化された。彼は宝石機とカード機の特許量を高く設定したため、特許権の有効性について訴えられる結果を招いた。 1775年の特許は取り消されたが、それ以前にアークライトは不合になっていた。アークライトの主な業績は、発明というよりも高度に訓練された、高収益の向上性を確立した点である。彼はオーバーラップを含む13時間のシフトで1日に交代制を採用した。午前5時と午後5時にベルが鳴り、午前6時と午後6時には門が閉まるようになっており、 その時間に遅刻した者は1シフト分の日給を受け取れなかった。家族全員が工場で働くことも珍しくなく、7歳の子供も数多く働いていた。息子が事業を引き継いだ頃には10歳以上という年齢制限を設けていた。1790年の肖像がありがとうございます。